よし、弱ってるな。あとちょっとだ。この動きは回避。まずい。なにー、うわー。ご主人、おいご主人、起きろ。は、夢か。なんだその格好は。で、それどころじゃなかったな。急いで帰るぞ。ネデポルタの大型探査船が、飛行中に謎のモンスターに襲われたらしい。なんだと。雲より高く飛ぶ探査船を襲うとは、凄まじい飛行能力の持ち主だろうな。これは久しぶりの大仕事の予感だぜ。まさか、あの夢で戦ったあいつか。夢？そうだ。きっとそうに違いない。よし。このゆっくり様が、今すぐそいつを料理しに行ってやる。む、いつになくやる気だな。なんかあったのか？ああ、私は夢の中で、そいつに負けた。しかしその借りは、現実で返せばいいだけのこと。やられたらやり返す。倍返しだ。次は貴様だ。そんなわけで茶番とオープニング的なのを終え、本編開始です。皆様、改めておはにちばんは、ゆっくりウズアルトラスです。またもやちょっとお久しぶりになってしまいましたね。申し訳ないです。さて、今回の相手はこの子ユウです。え、怪獣種じゃないのかって？まあ誰だってそう思いますよね。しかし立ち位置的に子ユウ種にせざるを得なかった模様。ナバルさんやアーマスさんと同じような感じですかね。とりあえず、今はまだ他の怪獣種とあまり変わらないです。しかし戦っているこの場所、ズバリ、空です。正確には、空飛ぶ船の上で、襲ってきたこいつに応戦してるんですね。正直、こんなの水中戦以上に勝ち目ないんじゃなかろうか。この大型探査船という乗り物、こいつの攻撃で割と簡単に傾いてしまうっぽいですからね。普通に考えて、全員墜落して終了です。モンスターハンターの人間、さすがに空は飛べないのだ。
実際、こいつのイメージトレーラーでハンターが墜落しかけた場面があります。オープニングでも使った、女性ハンターが落ちてる場面ですね。まあイケメンキープさんのおかげでなんとか助かりましたが。2段階目入ります。喋ってたら1段階目終わりましたね。別にいいんですけど、正直1段階目は、動き自体がリクアグラミアさんと大差ないんで、話すことがね。とか言ってたら、即時一歩手前の大ダメージ受けてたんですが、この攻撃力が、こいつのデフォってわけではありません。ちゃんと理由があります。さて、先ほどと違い、宙に浮きながら攻撃を仕掛けてくるようになりましたね。これがこいつの基本的な戦闘スタイルです。こちらを脅威と認め始めたというところでしょうか。ではそろそろ、いつものお願いね。このモンスターの名は、シャンテーン。別名、天照竜。他の竜が生息する区域よりも、はるか上空を駆ける固有種。決して空飛ぶラニアではない。その生態、生息域ゆえに、天照やおとぎ話に残った記述程度しか、資料が存在しなかった。しかし大型探査船が開発され、超高空域を移動可能になってから、目撃情報が相次いだ。体内で圧縮した空気の塊を生成し、それをレイデと呼ばれる部位から放出することによって揚力を生み出し、空中を自由自在に移動する。先ほど全く飛ばずに戦闘していたが、あれは様子見らしい。このシャンテーン、他の固有種と違い、普段の凶暴性はあまり高くないのよ。そのため最初から全力で攻撃はせず、正気で探査船を大きく揺らしてハンターの体勢を崩すなど、威嚇的行動も多い。しかしある程度傷つき外敵を脅威と認めると、このように圧倒的な飛翔能力で相手を翻弄し、自らが持つ水属性と雷属性の攻撃を仕掛けてくるようになる。きっと、高速固核弾を当てると、このようにシャンテーンを天井に撃墜できます。飛んで離れていってしまったら使いましょう。さて、この段階で話したいことはもう特にないので、少し他の話をと。オープニングで使用した曲、何かわかる方いらっしゃいますかね？あるゲームで使われる曲なんですが、正直メジャーとは言い難い上に、何年か前に発売されたゲームでしてね。ちょっと面白そうなのでクイズにしてみました。これ分かった方は、割と強いんじゃなかろうか。いや、普通に有名じゃん、簡単すぎるよ。という感じでしたらすみません。少なくとも、以前クアルテプスの時に使ったやつに比べれば、だいぶマイナーのはず。3段階目入ります。ナイスヒット。天照竜、おいでませー。天候がさらに悪くなってきましたね。こいつの天候はやくったりできるようです。もはやあまり珍しくもないですね。あ、そうそう。今さらですが、このビームサーベルみたいなランプについて。これは、G 級武器に装着できる、リーチアップシビルというアイテムの効果ですね。武器にビーム的なのが付与され、その名の通りリーチが伸びます。その代わり攻撃力は少しダウンしてしまいますが。しまった、外した。あんな近距離で。我ながらなんということだ。あ、でもあっちから戦場に戻ってくれましたね。しかしなんという攻撃力だ。源とか使わないと基本的に即死オンパレードですね。このシャンテーンを討伐するクエストは、極限征伐戦と呼ばれ、レベル制があるんですね。レベルが上がるごとにモンスターの火力、耐久が上昇していきます。モンハン層のギルドクエストと同じようなもんですね。ただこちらは、レベルが一定以上になるごとに、どんどん行動が追加されていきます。で最大技っぽいのが、レベル500まで上げないと解禁されないんですよ。そしてここまで行くと、そろそろ防御力の意味がなくなり始めるほどの火力になってるんですね。もうさ、実況の解説もあんた一人でいいんじゃね？いや、さっきちゃんと解説してたじゃん。そのくらいで詰めるなよ。
て、切れ味を着た。この武器、紫ゲージが切れたら一気に黄色まで落ちます。そしてなんか元気玉みたいなのが落ちましたね。低レベルでも即死級の威力を持つ大技です。まあこのレベルだと全ての攻撃バッチが威力なので、より動作が長い分むしろ対処は楽ですかね。さて、再び話すことがなくなったので、雑談タイム。前回のびっくり実況で、フロンティアやってないって言ったのに、モンハンターの実況で、実はすでに再開してるということを話しましたよね。まあ、現在も絶賛プレイ中です。完全に復帰しております。改めてプレイすると、これが意外と楽しいんですよね。休止してたんで、やることたくさんありますし。ぶっちゃけ今はフロンティアのプレイ自体が、動画作成遅れの理由の一つだったりします。一時期はフロンティアアンチになりかけてさえいたのに、どういうことなんでしょうね。もうね、私の言うことは信用しない方がいいですね。すぐにコロコロ状況や意見が変わるので、気持ちが弱いし計画性もないんで、しょっちゅうこういうことが起こっちまうんですよ。手のひら返しの王者と呼んでもらって構わないです。さて、そろそろですかな？この動きもマルチに大会のイカ役。入ります。よりによってこんなところに落ちるんですよね。そしてハンターどもは安定の無傷。そういえば高層ビル並みの高さから飛び降りてもノーダメっていう奴らでしたね。不時着程度なら問題なしか。あ、今のオーラ発してたガード、あのオーラの中に入った他のものも守れるんですよ。広角焼けの先端の色が変わってますね。キャンペーンの広角や霊気は周囲の環境の影響を受けやすく、灼熱地帯ではこのように黄金色に染まる。肉質は柔らかくなってますね。オラオラ効きまくってやらー。炎の鎧をまとうようになりましたね。こいつは火属性の力も持っているんですね。ただし水属性とか雷属性の力に比べ、火属性の力は非常に弱い。周囲の環境に頼って初めて発揮できる程度である。この動きは、おお、ナイスを叩く。キャンペーンは爆音に弱いらしく、空中での攻撃寸前に殴るとひるんだり墜落したりします。この鎧も一定時間消せます。攻撃チャンスを作れるありがたい要素なんですけど、これのせいでこいつの動画撮影は今までで一番面倒でした。うまい方がパーティーにいるとジャンケ3ポンポン落ちまくるのでね。いや、普通に狩る分には素晴らしいことなんですが、動画的には行動全然入れなくてよろしくないわけで。だから自らのクエストレベルを500まで上げ、音が強く精に付き合ってくれる仲間を集め、その上で勝利する。かなり手間かかりましたね。特にレベル上げ、これとスタシューはキャンペーンやるつもりなくて、全然レベル上げてなかったんですよね。相変わらず BGM が素敵ですな。削り殺し狙いの炎攻撃ですね。しかし中央はバラーキでござる。やはり火属性の攻撃は甘いですね。他の動きもほぼ制限されてるようですし。しかしやっぱ、噴火を起こせるってだけで、普通に十分過ぎる脅威ですよね。自信はへっちゃらみたいですし。キャンペーンの鱗や広角は耐熱性、防火性に優れ、火山地帯でも悪影響なく行動できる。そうじゃないと、自分から溶岩に突っ込んでいったりはしないわな。なかなかすごいブレスですね。しかしどこを狙っているのやら。
危ねえ。今の回避は偶然です。予備動作がさりげなくて被弾しやすい攻撃ですね。これは元気玉ですね。ちなみにあの回転するときの尻尾にもしっかりダメージがあったりします。む、あのキョロキョロは新人、もう一度新人回避、再び新人。今のがシャンテーンの最大技ですね。雷、水、火の順に三種すべての力を使う連続攻撃です。最初の放電を食らうと確定で麻痺るので非常に危険です。だからどこを狙っているのかね。ターゲットの別名を確認。討伐完了。お疲れ様でした。お疲れ。しかし変な死に方だったな。最後ブレスしようとしてなかったか。シャンテーンは生命維持に支障をきたすほど傷つくと能力が暴走し制御がつかなくなる。おそらくあのまま何もしないでも力尽きると悟ったのだろう。あれは最後の力を振り絞ってハンターたちを道連れにしようとしたのだと思われる。しかしエネルギーが暴走していたためブレスが口元で炸裂してしまい攻撃かなわず絶命したといったところか。衰弱すれば体はおかしくなる。やはりこいつも自然界に生きる生物ってことだな。悪いが夢でのリベンジ果たさせてもらったぜ。あ、その設定まだ生きてたのな。せっかくだしちょっとカッコつけてみた。それではご視聴ありがとうございました。おまけ。本編内では出なかった、茶番時のコンボ攻撃についてご紹介。噴火を起こし、打ち上げたところを雷撃する、根性貫通のデスコンボです。厄介なのが、足元に発生する以外にもランダムで噴火が発生するという点ですね。私は油断して、そのランダム噴火をよく食らっちゃいます。ついでに拠点紹介。これは墜落した探査船の中かな？そこまでだ。まあ。あんな大ポカをやらかしたりもしましたね。それではこれでおまけも終わりです。今度こそご視聴、ありがとうございました。